はい、こんにちは。オンラインサロンリンを運営しておりますひろみと申します。パーソナルトレーナーとして体の使い方を中心に運動方法や日常の意識をお伝えしております。この動画では2024年4月からのオンラインサロンリンについて少しお知らせしていきます。オンラインサロンリンは今年で5年目になります。4年目までで累計約700名の方にご利用いただきました。ありがとうございます。これからリンに参加してみようかなとご検討中の方や、リンを続けるかどうかの判断材料にしてもらえたらと思います。大きく分けて3つでいきます。リンの特徴、できるようになること、リンの内容。それではいきましょう。まずリンの特徴について、今までご参加いただいた方にこれがあるからリンに参加しているよというのをアンケートを取って教えてもらいました。そのベスト3がこちらです。体の使い方の資料説明動画 PDF の資料、姿勢チェック、個別相談ができてアドバイスをもらえること。資料説明動画は結構リンの初めの方から人気なものになります。体の使い方っていうのはどうしても図解が必要だったり、矢印で私は示したりするんですけれども、その理屈を説明することがあります。そして理学療法士の経験から、運動不足や体の使い方不良による障害や痛みの予防に関する情報、解剖学、運動学、生理学、心理学、栄養学などの学問からの情報も入っております。そういった部分で学ぶのが好きとか、理屈を知って体を動かしたいっていう人にはすごくマッチするかもしれません。姿勢チェック、こちらは姿勢の画像を撮って送っていただいて個別にフィードバックしています。面倒だったけど撮ってよかったっていうご感想もよくいただきます。体作りにはまず自分の状態に気づくことっていうのがすごく大事だと思っています。その気づきになればなと思って、体の各部位がこうなってるよ、ああなってるよっていう説明書きをしてお返しするんですね。次のステップとしてこういう意識をするといいですよとか、必要があればこういう動画でエクササイズをしてみてくださいとか、理解を深めてくださいっていうやり取りもしていますので、そこが結構喜んでいただける部分なのかなと思います。個別相談、個別相談はですね、これがあると嬉しいっていうのはすごく、やっぱりそうだよなと思いました。本来パーソナルトレーニングとして1対1で個別レッスンをしていく形が、一番理解が深まるし、個別の提案をできる状態、質の高い状態だと思うんですね。でもパーソナルトレーニングを受けるほどではないんだけどとか、受ける時間の余裕や金銭的な余裕や心の余裕や、なかなかその受けるまでに至らないという方もね、多いと思うんです。そういう方にもですね、情報を届けたいと思って作ったのがリンです。なのでいろんな人がいらっしゃいます。膝にお悩みがあったり、体型にお悩みがあったり、姿勢にお悩みがあったりなどですね、それぞれの根本原因を突き詰めていくと、体の使い方とか、栄養や心の部分であったり、運動習慣であったり、だいたいその根本原因は収束していく傾向があるので、できるだけその根本原因が詰まった情報をリンでお伝えするようにしているんですけれども、なので情報量が多いと言われることもあります。そこがリンの欠点の一つだと思います。そこをフォローするためにですね、個別にご相談いただけた方には、この情報をここから見てみてくださいとか、このエクササイズをやってみてくださいというようなご提案をするようにしております。やっぱりね、個別にこれしたらどうっていうやり取りをすると、私とつながりができたり、私にはこれが必要なんだなっていうことで、モチベーションがアップしたりしますよね。なので入ってみてよくわかんないなっていう方とか、オンラインでちょっとやりにくいなっていうハードルを感じた方は、個別相談でリンを進めていくような流れが一番いいのかなと思っています。ただ現在は約200名ぐらいの方にリンにご参加いただいています。どうしても全員に個別対応するのは難しいので、今は個別相談必要ないなという方はですね、リンの毎月これを見てね、これはどうですかっていうご提案していく流れがありますので、そちらを進めつつ、途中でなんか道に迷った時は個別相談いただく流れで進めていただけるといいのかなと思います。できるようになること、できるようになることはトップ3がこちらです。姿勢改善、スタイルアップ、痛みや体の不調改善、この3つです。
姿勢改善の具体例を挙げますと、反り腰、スウェイバック、頭が前、猫背、巻き肩、腰の歪み、足指が開かない、股関節のねじれ、膝の突っ張り、半長膝、かかと重心、つま先重心、胸を張っているなどなど、大体の姿勢全体的に改善する方が非常に多いです。リンでは姿勢練習を基礎としておりますの、体の使い方の基礎になるんですね。少しでも入った方には姿勢改善、これはもう習得してリンを離れてもらえるとすごい今後の役に立つかなと思います。スタイルアップについては、今お伝えした姿勢が良くなるとスタイルアップに非常に効果的なんですね。体重は変わらないけど見た目がすごい引き締まって見えるようになったとか、ズボンが履けるようになったとか、意外ですよね、体重は一緒なんですけれどね。下っ腹ポッコリ解消、お尻の形が改善、前ももの張り改善、肩甲骨が見えるようになった、お目目がパッチリするようになった、眼瞼挙筋っていう目の上の筋肉も持久力がついてくるんですね。表情とか首周りが若返ったと言われるようになったとか、そんな感じです。なのでスタイルアップしたい人ぜひお越しください。痛みや不調の改善、こちらは痛みについてはやっぱり個別性が高いので、個別相談をリンでご活用いただけたらと思います。腰痛、肩こり、膝の痛み、足のむくみ、足の冷え性、頭痛、骨盤底のトラブルなどが多いです。例えば膝の痛みが改善されて、階段の上り下りの痛みがだいぶ減った、しゃがみ動作ができるようになってきたとかですね、デスクワークで腰の痛みを感じにくくなってきたとかですね、肩こりが楽になって、運動もストレッチもしにくかったけどやりやすくなったとか、そういう効果の報告をいただくことがあります。これ以外にも体が硬いっていうお悩みの方が柔らかくなったとか、運動習慣ができたとか、健康のために体づくりをしたいという方が知識が身についたという、そこが嬉しいと感じていただける方もいらっしゃいます。他にもいろんなリンに入ったメリットたくさんあると思いますので、ぜひ体験して実感していただけたら嬉しいです。リンの中身、内容についてです。主に大きく分けて3つです。資料や動画のコンテンツ、リアルタイムのイベント、定期的なお知らせや個別相談、姿勢チェック、 LINE でのやり取りです。コンテンツについては、体の使い方の説明をしている PDF 資料があります。一度に全て見るのは難しいので、毎月特にこれを見てみてねというご提示をしております。基本的にはその PDF や資料説明動画が軸となって、ライブ配信やワークショップ、個別相談などに派生しています。動画については、他には筋トレ動画、ストレッチ動画、有酸素運動の動画というふうに大きく分けて3つのエクササイズの動画があります。リアルタイムイベントは月に1回お茶会というものがあります。こちらは Zoom で行っていて、直接聞ける時間ですね。リンの使い方や体についての個別相談、 LINE で書くのがちょっと面倒で直接やり取りしたいっていう時には、そういった場を利用していただけたらと思います。で、あんまりこういう他の人と話す Zoom とか苦手なんだよねという人は、ビデオや音をオフの見学での参加も全然大歓迎ですので、お越しください。ちょっとでもきっかけがあればなと思って設けているイベントですので、苦手意識のある方でも画面オフ、ビデオオフでどんどんお越しください。そして月に3回ワークショップを行っています。そのうちの2回は私が担当して、もう1回はゆかり先生、さいこ先生、めぐみ先生のリンのワークショップ講師の先生方にお願いしております。各先生がどの月を担当するかについては、毎月お知らせしていきますので、年間予定も合わせてご覧ください。で、ワークショップは Zoom で行います。こちらはアーカイブは残りません。ワークショップの内容は、リンの特徴でもある姿勢チェック、各自の姿勢ポイントをお伝えするので、その時に具体的にこうすればいいんだっていう、こう姿勢の正し方のやり方が分かる時間になると思います。結構これは好評です。それ以外にストレッチとか筋トレのフォームチェックも行います。リアルタイムで直接フォームチェックができるっていうのもワークショップの特徴でもあります。こちらもビデオも音もオフの参加も全然大歓迎ですので、そういうの苦手だなという方こそ見学でいいので
ぜひお越しください。月に2回ライブ配信を行っております。こちらはアーカイブが残ります。ライブ配信では今月これを意識してみてねというご提示をしながら、各運動のポイント、筋トレ、ストレッチをしたり、タイマートレという日常動作につながる運動っていうのを意識しながらお伝えしています。ワークショップもライブ配信も、質問がある方はその時に直接質問いただけるっていうのも特徴の一つです。定期的なお知らせや個別のやり取り、リンの定期的なお知らせっていうのは基本的には LINE 上で行っています。先ほどのリアルタイムのイベント、ライブ配信とかお茶会とかワークショップの前日に、明日これやりますよっていうリマインドのお知らせはもちろんのこと、それ以外にも毎月これを意識してねっていう発信をしたり、毎月15日にはちょっとこのテストを受けてみてくださいというアナウンスをしています。学びっていうのも一つのテーマにしておりますので、その理解度チェックですね、体の使い方こうだったっけっていうのを直接皆さんと確認できればいいんですけど、なかなか直接やり取りがねできませんので、テストという形を設けて理解度の確認ツールを作っております。で、他にもリンの機能としてリンアプリというものを使っています。そちらではリンアウトプット広場を設けております。そこも結構好評で、他の方から学びがあったとか気づきをもらったっていう場所にもなっています。そしてオンラインプログラムというものがあります。毎月のカリキュラムに沿って習慣チェックをしたり、動画を実践したり、アウトプットしたり、テストを受けたり、そんな一連の自分のアクションを記録にチェックしていくことでバッジをもらえるようなシステムもあります。リンでは 1,2 割の方がこれをご利用いただいていて、その方々にはすごくやる気につながったという方も結構いらっしゃいます。そういうのが好きという方はぜひご利用いただいて、一回やってみて合わないという人もいると思うんでね、体験してもらえたらと思います。はい、以上がリンのご紹介でした。もともと体を動かせない状態の方々を目の前で見てきた経験からですね、ちょっと過去に戻ったらできることがあったんじゃないかという思いから、今は元気な方々、特にそこまで不調はない、日常生活は遅れているけどっていう方々にですね、こういった体の使い方はどうかとか、日常の意識こういうのどうですかっていうご提案をしたいなと思って、このリンも作っております。姿勢改善や体型改善、痛みや不調の改善にもつながってくるとは思うんですけど、一番の私的な裏目的はみんなに長く元気でいてほしいという願いがあります。リンを離れても一生続く日常の意識とか使い方をお伝えできたらなと思っていますので、短い期間参加しただけの方もですね、少しでもきっかけがあると嬉しいです。ではリンにちょっと興味があるなという方はぜひ一度体験してみてください。今までリンにご参加いただいた方々も本当にありがとうございます。参加してくださる皆さんのおかげでここまで5年目に突入するリンを続けてこられました。その時その時でご協力いただいた方、ご意見いただいた方々、そして温かいご感想にもすごく励まされています。本当にありがとうございます。楽しく体づくりを一緒にできたらなと思ってます。では体を一緒に喜ばせていきましょう。ありがとうございました。失礼いたします。Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you.